こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。オランダの世界遺産を巡ります。オランダ2日目の今日はアムステルダムの空港でレンタカーを借りて北の地方に向かいます。本日行動予定の地図です。それではどうぞ。7月23日アムステルダムの宿で目覚めました。このアール・ヌーボースタイルの建物の中に宿がありました。西教会でその先にアンネ・フランクの家があります。宿からすぐです。もう行列ができています。まだ7時40分です。アンネ・フランクの家には結局入館せず終わりです。さすが自転車の街。子供3人も乗せて走り去ります。そして美しい運河の街ともお別れです。ショッピング街の朝は納品の車でいっぱいです。アムステルダム中央駅に来ました。空港に向かいます。自販機に挑戦です。機械を触っていたら空港行きが出たので買いました。空港に到着しました。日本ブランドの広告塔があると嬉しい。空港に来たのは飛行機に乗るためではありません。レンタカーを借りるためです。空港で借りる理由は料金が安いのと走り出しは郊外がいいからです。コインロッカーに預けた荷物を引き取りレンタカーの駐車場に向かいます。貸してくれたのはフォードのフィエスタです。早速走り出します。ですが迷っています。快調に走っているようですが道が違います。なんとか目的地に向かっています。最初の目的地はアムステルダムの防衛線の要塞です。世界遺産アムステルダムの防衛線の要塞は偏僻なところにあります。世界遺産マークを確認します。おまけに46箇所もあります。この地図で分かるようにアムステルダムの街を囲むように堤防と要塞でできている大掛かりのものです。ここは11番の要塞です。敵の侵入を防ぐ高度な軍事施設でオランダならではのシステムです。有事には水門を開き堤防の外側を水浸しにするというものです。その深さは 0.5 から1メーターで人が歩くには深すぎ船が進むには浅すぎるという設計にされていました。鍵がかかっています。訪れる人も少ないのでしょうか。次に向かうはベームスター干拓地です。ベームスター干拓地は17世紀初頭に作られたオランダ最古の干拓地です。当時のものと思われる建物です。5年の歳月をかけ約70キロ平方メートルに及ぶ内海を排水用風車で干拓した土地です。正確な測量により整然と区画された農地となりました。水路や堤防、道路なども計画的に配され美しい景観が作り出されたため裕福な商人の邸宅地としても人気となりました。後のヨーロッパの干拓事業にも大きな影響を与えました。ベームスター干拓地の町から南に行くと運河にぶつかります。そして運河沿いに西に行きます。ここは7番の要塞です。遠くに何かが見えます。砲台です。その解説がなされています。ここも鍵がかかっています。柵越しに取りました。4番の要塞に来ました。ここは入れそうです。
確かに要塞という趣です。どうも観光施設ではなさそうです。ホテルに改装してあるようです。南西の地にある星が11番、中央北寄りが7番、一番東の星が4番、その北にミッテンベームステルの町があり、その辺り一帯がベームスター干拓地です。高速道路 A7 を北上します。大堤防にやってきました。愛することワッデン海の水門城です。堤防の上を高速道路がまっすぐ走っています。途中に休憩所があります。堤防の内側のアイセル湖です。横断橋があります。そこから見る大堤防です。1932年に完成した32キロにも及ぶ堤防です。右がアイセル湖で左がワッデン海です。この地図が分かりやすい。濃い水色が外海で、大堤防を隔てて薄い水色が湖です。振り返って今まで来た道です。左がアイセル湖で右がワッデン海です。ワッデン海側に渡りました。ワッデン海です。世界遺産にワッデン海が登録されていますが、それは海岸沿いの湿地帯を指すようです。ここは同じワッデン海でも世界遺産の場所とはちょっと違いますが、これで見たことにします。ワッデン海の沖の方に島影が見えます。大堤防の歴史が刻まれたモニュメントがあります。対岸のフリースランド州に近づきました。前の車が止まっています。船が横断しています。アイセル湖とワッデン海を結ぶ水路です。さて今日の宿があるハーリンゲンに向かいます。ハーリンゲンの町に入り、宿の近くまで来ました。本日の行程です。スキポール空港を出て、アムステルダムの防衛線の要塞からベームスター干拓地、大堤防を通ってハーリンゲンです。正面の建物が本日の宿です。何々不在の場合は電話を。私携帯持っていません。隣が大家さんの自宅のようです。部屋は窓が微妙ですが広くて快適です。ガイドブックに掲載されていない町です。宿でもらった地図を頼りに町に出ます。南東の赤丸が宿です。市街を抜けて一番西に鉄道駅、その先が港になっています。アムステルダムのミニバンといった感じでしょうか。なんといってもオランダの国土の4分の1は海抜0メーター以下、そんな地域性が運河です。そして運河とともに町ができています。町一番の通りに来ました。いろんな位置が立っています。古そうな建物です。運河には帆船が停泊しています。ちょうど船が通り過ぎて可動橋が戻る場面です。
町の一番西の線路に来ました。線路はここで終わり、最果ての町という感じです。その先に港があります。ほとんどが帆船です。こんなオランダから日本まで帆船でやってきた時代がありました。そんな昔を想像すると不思議な感覚になります。そこに列車が入ってきました。岸壁に降りてみます。そのマストが並ぶ様子は圧巻です。先ほどの可動橋を渡ってその向こうに行ってみます。堤防があってその向こうが和殿海です。堤防の穴を塞ぐ少年の像でオランダならではです。高速艇はフリーシェ諸島への定期船でしょうか。橋が上がっています。ちょうど船が入ってきました。珍しく帆船ではありません。橋の開閉を珍しそうに見ているのは私だけです。酒すとは酒屋さんではありません。猫も人懐っこい。チーズが大きすぎです。揚げ物屋さんがあります。ミックスフライとニシンの干したのを買います。日本的な雰囲気で美味しい。これで宿に戻ります。ガイドブックにない街でしたが、それなりに楽しめました。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はポンプ場からヒートホルン、スホクラントを巡ります。ご視聴ありがとうございました。